ヤッホーメラです。今日はうちで飼育してるレオパたちの餌やりをしないメンテをしていこうかなと思います。どういうことをするかっていうと、水を交換したりとか霧吹きをしたりとか糞を取ったりとか、そういうことをやっていきます。うちでやってる普段のルーティーンですね。それをねやっていきます。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントは次動画を上げた時に返していきますので、まあもしよかったらコメントもよろしくお願いいたします。それではやっていきます。使うアイテムがこちらのバケツと水の入った容器、ピンセット、キッチンペーパー、ゴミ箱、霧吹きですね。これらを使ってメンテをやっていきます。ではメンテナンスの方をねやっていきます。まずこちらのウェットシェルターの水をここにポイですね。でそれが終わって次はピンセットで糞をね取り除いていきます。まあ全部ってわけじゃないんですけど、まあある程度ね取れるものであれば取っていきます。細かすぎるものはねさすがに取れないので、まあそれはねまた違う時にねやります。でこんな感じに終わって次は霧吹きをねしていきます。シェルターも洗うことはあるんですけど、あごめんよごめん、シェルターも洗うことはあるんですけど、まあ今日はね洗わないです。ごめんね怒っちゃったね。これでね湿度をね上げていきます。でこれが終わったらこのシェルターの上に水入れがあるんで、それをねやっていきます。まあこんな感じでねやっていきます。はい、ということで今回はレオパの餌やりをしないメンテでした。キッチンペーパーは汚れてたシェルターを拭き取ったりとかね、そういうのに使用しました。こんな感じでまあある程度はね綺麗になりましたね。でまたねあまりにも細かい糞があったら床材交換とかね、そういうのをやっていくんですけど、まだね床材交換しなくても大丈夫かなと思います。で途中まあ早送りにしたんですけど、なんか喋っててもねあまり面白くないと思ったんで、まあ今回はいつも通り早送りしました。ということで今回はこの辺で動画の方終わりにします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。